千女寺の大河で千女寺は、福岡県糸島市の標高954.5メートルの雷山中腹にある新言州大閣寺派の寺院。三号は雷山。本尊は千女観音で、千女寺代表院、雷山観音とも称される。樹齢約400年の大河でなど、紅葉の名所としても知られる。寺伝によると、聖武天皇48年、天竺領事山の僧。 聖賀がト来し、改装したとされ、その後、聖武天皇により、直眼道場となり、国史により七道画乱が混流され、以来、歴代天皇より臨時を賜ったと伝わる。ただし、江戸時代に記された、筑前国俗風土記によると、奈良時代に、聖武天皇の直眼により、インド出身の僧、聖賀により改装されたと記されている。聖賀商人については、 県庁7年などの当時の文書には、宝持聖人、宝持聖聖画の別名で記されている。代表印文書の中の、雷山千女寺演技によると、かつての因号は、霊衆寺であり、霊衆寺、蘇明山領寺寺、和高山備須隆寺,寺、小倉山小倉寺、八伏山金剛寺、富岳旧安寺、守宝山、楠田寺の七家寺が、糸七家寺と呼ばれ、 霊衆寺には七カ寺の本山として多くの僧帽が立ち、最盛期には三百の僧帽があったと伝わる。かつての千女寺を描いた、雷山小図には、雷山三百坊と言われるほど繁栄した境内の様子が描かれている。千女寺は、この僧帽の総称であり、また中宮の横にあった中脂坊を指し、十一面千女、千眼漢然音菩薩も一山の本尊として同期に、 あった行動に安置されていた。代表院文書によると、鎌倉時代には盛んに、伽藍の建築が行われ、かつて鳥居、老門、回廊、拝殿、聖殿、主老、胸像のある壮麗な伽藍があったと記されている。その繁栄の要因として、千女寺は内山にありきたに、玄界どを望む位置にあるため、鎌倉時代には現行に対する最前線の祈祷寺院として、 幕府から国防の役割を担っていたためと考えられている。その後、室町から戦国の長い戦乱の中で、僧帽は荒廃し、中死亡を残すのみとなった。筑前国属風土記によると、法歴3年に福岡藩主の黒田継高によって再興され、陰号を代表員と改められた。県の天然記念物に指定されている王会でも、創建の記念に、 杉高が植樹したと伝えられている。また、雷山千女寺演技によると、雷山は祖蔵木山と呼ばれ、自ら伝神を祀る祖蔵木神社があり、古来から雨イの祈祷が盛んに行われていた。上宮、中宮の下宮があり、中宮のは雷神社と呼ばれ、下宮は笠織権現と呼ばれていた。それら上、中、下の三宮の神宮寺が千女寺であり、 江戸時代までは、神仏集合の山であった。しかし、明治維新の神仏分離令により、中宮のにあった中脂肪は、廃止となり、本尊を、はじめすべての仏像、古文書などは、代表院に移された。重要文化財有形文化財天然記念物ありがとうございます。